域ではそういう状況です。皆さん交通費かかりますけど1年に1回ぐらい来てもらうと嬉しいななんて思いました。何かの時にぜひ来て私たちに元気を与えてください。福島の状況、皆さんもう何と言っていいかわからない。最新のことを一つだけ言いますれば、子どもたちがですね、福島の子どもたちが国道6号線あそこの清掃産業に借り出された、そこの線量はまだまだ安心してそこを通っても車で通ってもいいなどということでは全くないわけです。そこに立ち止まらないようになどという立て看板があるぐらいのところ、そういうところを地域の人たちが上手に利用されてですね、しかもあろうことか子どもたちを出しにして清掃作業をしている、本当に恐ろしい。私たちは今後電話やファックスで何とかやめさせるようにやりましたけど、結局そのお祭り騒ぎのようなことがなされてしまいました。本当に悔しい。子どもたちの命は何だと思ってるんでしょうか。しかしそれだけではない、汚染水の話、それから何といっても子どもたちの健康被害ですね。発表されるたびに確実に増えていっている。あの数字は18歳未満だけです。しかも甲状腺の癌、放射能の影響っていうのは甲状腺だけではないということが今ではとっくに分かっています。いろんな形で体に症状が出てきてしまう。それなのに未だに国や県は第一原発の放射能のせいだとは未だに認めていない。私たちの方がよっぽど本当のことを知っているんです。相当な何百倍ではないかと言われていますが、そういう高いレベルで子どもたちのがんが出てきてしまっている。しかも今5年目に差し掛かってチェーノブイの例で言えば、これからが急上昇で甲状腺がんが出てくる時期なんですね。恐ろしい、私たちは恐ろしいところに暮らさざるを得ない。しかし私たちは黙っているわけにいかない。先ほどは絶望ということを先ほど前の方は話されたと思うんですけど、私はここに一つの詩をやはり持ってきて皆さんに聞いてもらいたいなと思っています。それは絶望の中にありながら希望を語った詩です。どうか皆さん聞いてください。これはですね、原発いらない福島の女たちの一人であります鈴木絹江さんが書いた詩です。彼女は田村市というところから京都に家族で避難しています。そしてこの詩はですね、アメリカの公民権運動で命をかけて、そして命をそこで落としてしまうわけですけども、キング牧師の詩になぞらえて鈴木絹江さんが書いた詩です。私は何回読んでも涙を出すことを禁じ得ません。どうぞ3、4分から聞いてください。皆さん、2015年8月11日仙台原発再稼働前夜、眠れぬ夜に鈴木絹江。私には夢がある。テーブルの真ん中には愛の花を生けて、国や県の人たちと膝を交えて、これからの福島を、これからの日本を語り合う夢がある。私には夢がある。廃炉に携わるその人たちは最も尊敬され、十分な報酬と休息が与えられ、人権に基づいた健康と命を大切にされる。私には夢がある。際限なく降り注ぐ放射能という悪があろうとも、
私たちはコツコツと生き抜いていく。決して侮らず、慎重にその行き場所を確保して、十分に吟味された食べ物と空間の中で必ず勝利を手にする。私には夢がある。100年前に原発を止めてくれたから、今私たちはとても幸せに生きています。エネルギーはすべて自然の恵みにより与えられ、長い年月がかかりましたが、廃炉への道筋も見えてきました。私たちの今の幸せは、皆さんが諦めず戦い、抗い、そして正してくれた贈り物です。私たちのふるさとは緑豊かに、その川に魚が戻り、その空は本当の空になりました。この美しいふるさとに、あれから7代先の子が生まれようとしています。私には夢がある。福島を守り抜いた子どもたちと避難した希望の子どもたちが種をまき、新しい福島を作っていく夢である。未来の子どもたちが幸せの中で収穫し、分かち合い足ることを知るとき、それがたとえ100年200年先であろうとも、私は風に乗ってそこに立ち会うだろう。私には夢がある。失って初めて手にする夢である。悲しくもあり、しかし絶望の中で見つけた希望でもある。弱虫な私ではあるけれど、決して一人ではない。とても大切な、とても素敵な夢があるという詩です。ありがとう、聞いてくれて。このカレンダーの最後の方にあります。皆さん買ってください。もう手持ちはないんです。今皆さんのおかげで売り切れました。警察署前のテント、あるいは女たちのブログを開いていただければ注文できるようになってます。どうか女たちの思いが詰まっています。買ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。